ハイリゲンシュタットの遺書は、ルートビヒ版ン・ベートーベンが1802年10月6日に、ハイリゲンシュタットにおいて、弟であるカールとヨハンに宛てて書いた手紙である。本書を記して25年後、ベートーベンが観光編で亡くなった直後の1827年3月に、この文書は、ベートーベンの伝記を記した、秘書見弟子のアントン・シンドラー、親友であり、 公務員剣劇作家のステファン・フォン・ブロイニンクによって発見され10月に公表された。原文は1888年にオペラ歌手ジェニー・リンドから寄贈されカール・フォン・オシエツキー大学オルデンブルクが保管している。文章の内容は日ごとに悪化する難聴への絶望と芸術家としての運命を全うするために肉体及び 精神的な病気を克服したい願望を反映している。特徴として、カールの名前が適切な位置にあるのに対して、ヨハンの名前のあるべき位置の左側に余白があることが挙げられる。そのことに対して、数多くの説明がある。例えば、ベートーベンが法律に準じる文章に、ヨハンのフルネームを使うべきか不安であったこと、弟たちに対する複雑な愛情の心境、 生涯に組んでいたアルコール中毒で口にたない父ヨハンへの感情の変化などである。1770年12月16日にドイツのボンで生まれる。3歳で生活の要であった祖父が死去、アルコール中毒で虐待的で給与が途絶えがちの音楽家の父親に4歳からスパルタ教育で音楽を教わり、一時は音楽への嫌悪まで表すようになった。 17歳で母親が肺結核で死去。その後はアルコール依存で働けなくなった父と弟たちを養うために複数の仕事を掛け持ちした。1792年7月、近くに寄った音楽家のハイドンが弟子入りを認め、11月にはウィーンに移住、翌月に父親が死去。20歳前半で徐々に才能が認められる。 二十代後半頃から音楽家としての死とも言える難聴が悪化し始める。そして、三十歳前半である1802年に自殺を考えて認めたのが、ハイリゲンシュタットの遺書である。ハイリゲンシュタットの遺書の一説には、自分の生命を絶つまでほんの少しのところであった。私を引き止めたのはただ、芸術だけであった。と記されている。彼が死去したのは、この、 ハイリゲンシュタットの遺書を記してから25年後の観光編による描写であった。数多くの芸術作品と未完の作品と謎を残した詩であった。ありがとうございます。